はいどうも、プロボラのクリピーです。今日はね、龍が如くセブン第3章の始まりになります。皆さん、チャンネル登録お願いします。どういうこと？全然わからんねんけど、どういうこと？何、ボコボコの札捨てられてるやん。どうなったんや。どうなったんや。龍が如くやな、ほんまに。胸の傷いかついな。胸の傷がいかつい。なんか縫われてるし。どういうこと？服も着てないし。どうなったの。はい、要は殺されずに済んだってことか。荒川の親分に、親父さんに。そしてまあその、まあ、ようやく目覚ましたか。来た。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。なんでなん。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。そういうことか。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、治療してくれたん。母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。あ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あのよ。おい、あの男やっぱ死んだか。死んだだろ。いや、目の前に。いや、生きてるよ。え、なんだよ、くそ。俺の負けか。悪いけど、負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし、釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。いやいやいや、いいな。なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。おお、裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたら、それと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。すげえな、探してくるって。買ってくる。あのよ。ええ、どうした。その、いろいろ聞きてえことが。当然やな。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒ぐしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。あ、やっぱ撃たれた。動画ちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。
いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか。わかったよ。なるほどね。とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいると、その分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。確かに確かに確かに。まあ、そらそうやな。めんどくせえな。めんどくさい。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか。わかった。でもどうやって稼げばいい。教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。服着てあったんや。じゃあ始めるとするか。始めるって何を。稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。今時落ちてないって。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。
かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。マジか。本当か。ああ間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえ。だが。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。いやな、しっかりやれよ新入り君。確かに撃たれた後はな、気は乗らねえが仕方がねえ。近くの自動販売機と音箱を調べるか。ん？来い。なんもないか。どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメって。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。切実やな。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザかお前。そうです、元。つい最近まで、いや当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。何があった？話せ。物好きやな。まあでも普通知らん世界やもんな。18年も無所勤めした子分を撃つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。次の独特の。ああ。しみるな。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。村長やん。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。
そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。まあなるほどね、確かに。分かった、やる以上はバッチリやるぜ。じゃあね、今日は一旦これで終わりましょう。ちょっと次回ね、チャンネル登録してもらって、ぜひね、続き見ていただければと思います。じゃあね、今日はこれで終わります。 Twitter のフォローお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。コメントもぜひ書いてください。ありがとうございました。バイ。